好きですか？何か？え、あ、ありがとう。天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座の天川しずきです。今回は大量に作業しなければならない吹き出しの下地作業を一括処理できる漫画ハックをご紹介します。吹き出し枠の下に下地レイヤーを作ります。吹き出し枠レイヤーを選択して参照レイヤーに設定をクリックします。下地レイヤーを選択します。下地にしたい色を選択します。通常は白を選ぶと良いでしょう。編集から高度な塗りつぶしを選びます。描画色はお好みで選択してください。不透明度は100、合成モードは通常、アンチエリアスはオン、対象色透明部分のみ、色の誤差100、数値を下げるほど線の下の塗り残しができます。領域拡縮20、拡縮方法最も濃いピクセルまで拡張を選びます。領域拡縮が20でも線からはみ出なくなります。平領域を塗るオン、隙間閉じ1ピクセル、1ピクセルの隙間があった場合でも塗りつぶせます。複数参照オン、参照レイヤーオン、参照しないレイヤーはお好みで選んでください。画像枠を参照オフ、ベクターの中心で塗り止まるオン、この設定で OK をクリックします。吹き出しの下地が一瞬で塗りつぶされました。オートアクションに記録すれば複数ページを一括処理できます。オートアクションの使い方動画 URL は概要欄かコメント欄にございます。余白部分の吹き出し枠はマスク処理して非表示にしています。時短になるので漫画を描く方におすすめです。終わり。ご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。